はいどうも、ショートイズのショートです。今回の動画では本日予約開始されたチェーンソーマンのフィギュア1体ご紹介していきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。はい、ということで今回ご紹介していくフィギュアはエスファイアさんからチェーンソーマン7分の1スケールフィギュアになります。はい、でこちらのフィギュアね、結構展示で何度か見て動画にもしてるんですけど、本日から予約開始となりました。はい、でこちらちょっと商品概要見ていきたいと思うんですけど、こちらまず価格が 25,850 円税込みになります。いや、この値段どうですかね。結構個人的には思ったより安いなっていう印象を持っていて、まあ、エスファイアさんのフィギュアまだ買ったことないんですけど、まあ、デコマスは実物見たりしてますし、まあ、あとね、買ってる方の写真とか動画とかちょこちょこ見させてもらってるんですけど、まあ値段高いけどしっかりその分クオリティも高いよっていう感じのメーカーさんだと思っていて、で今までのラインナップとしてはヒロアカがね結構多くて、あと鬼滅とリゼロがちょこちょこ出てたみたいなんですけど、それこそねヒロアカは、まあ、チェーンソーマンよりスケール的には小さくて8分の1スケールなんですけど、まあ、オールマイト 25,000円、トガちゃん 24,000円とかで、でチェーンソーマン7分の1で出るって知ってたので、これ3万円超えるなっていう覚悟をしてたんですけど、なんと 25,850 円で抑えてくれてますね。でちょっと勝手に考えてることなんですけど、エスファイアさん結構塗装に力入れてるなって思っていて、どうなんですかね、そっちの比重が大きいのか、まあ、チェーンソーマンさすがにトガちゃんよりはボリューム結構あると思うんですけど、まあ、2000円も変わらないっていうことで、なんか単純な物量で比較しちゃうとやっぱりチェーンソーマンの方が安いなって感じますね。まあ、ちょっと作品とかキャラによってね、やっぱり値段ばらつきある可能性もあると思います。あ、ですいません、価格で喋りすぎました。はい、でこちらサイズなんですけど、全高約 260mm、 台座込みということで、まあ、結構ねなかなかなサイズ感だと思います。はい、でこちら予約の受付期間なんですけど、本日5月17日から7月17日までの2ヶ月間となっております。でこちら予約をするとお届け予定日が来年2024年の5月頃予定となります。はい、でワンフェスで実物を見てきた写真がこんな感じなんですけど、まあ、サイズ的には、まあ、そこそこボリュームもあるんですけど、高さ以外はねかなりコンパクトにまとまっていて、結構飾りやすいフィギュアかなと思いました。でデコマスなんでやっぱりちょっと実物変わってきちゃうかもしれないんですけど、造形もねすごく細かかったですし、塗装もねすごいリアルな素材の質感っていうのが表現されていて、まあ、かなりね重厚感のあるフィギュアだと感じました。はい、でチェーンソーマンの7分の1スケールフィギュアはエスファイアさん以外だとシブスクさんからもう1体出ていて、まあ、これからねチェーンソーマンのフィギュア買おうって悩んでる方からすると、まあ、これをねフリマサイトとかで買うかエスファイアさんの買うかって感じだと思うんですけど、まあ、今から買うならエスファイアさんの方がおすすめかなと思います。まあ、やっぱりねこのシブスクさんのチェーンソーマンがちょっとフリマサイトでねいくらになるか分かんないっていうのがかなり大きいですね。まあ、あとはね予算はあるけどどっちがいいか悩んでる人向けには、まあ、結構いろんなフィギュア集めてる人にはエスファイアさんの方がおすすめなのかなと思います。まあ、いろんなフィギュア集めてるというよりかはあのフィギュアの雰囲気ですね。やっぱりシブスクさんのはねがっつりゾンビの悪魔いたり、あの血出まくってるんで、まあ、ディスプレイの雰囲気ねすごく大事にしている人にとっては、まあ、置く場所ね悩むことになっちゃうと思うので、まあ、その点ねエスファイアさんのチェーンソーマンは結構ね綺麗な感じで血もあんまりついてないですし、まあ、ポージング的にもね場所取りづらいのかなとも思います。はい、で一応エスファイアさんからはチェーンソーマンのフィギュアあと2体制作が進んでいて、まずこちらパワー&ニャーコですね。こちらもワンフェス展示の際に春頃予約開始っていう記載があったので、まあ、あと1ヶ月以内ぐらいには予約開始されるんじゃないかなと思います。であとね撮影禁止でもう1体展示されていて、それはねもう少し先になっちゃうと思うんですけど、どちらも予約開始の情報とかあれば随時動画でお知らせしたいと思います。はい、ということで今後もジャンプ系フィギュアの新作情報だったり開封レビューどんどん投稿していきますので、ぜひ気に入っていただけた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。